毎日ブログ生活934日目、女子ソフトボールの初戦で活躍した上野由岐子選手の戦いから、体を張って理解した宇宙の法則についてお話しします。ワコードと一緒に営業に回ったら、トイレに行く回数が極端に違うことが分かってショックを受けている。久留米でボンドを専門に販売している末新こと末安新二です。今日も張り切ってお願いします。今日のお題は、上野選手から学ぶ因果の法則とは。開会式前だが、東京オリンピックの女子ソフトボールの予選リーグ、日本対オーストラリアの初戦が始まった。やはり活躍したのは不動のエース、上野由岐子選手。初回に3四死球を与えて1点を先制されたが、これは厳しいコースをついて、今日の審判はどのコースまでストライクを取るのか見極めるかのようなピッチングだった。2回以降はしっかりとコースを頭に入れてピシャリ、8対1と5回コールドの試合となった。上野選手、あっぱれですね。上野選手といえば、2008年の北京オリンピックで金メダルを取った時の投手。その後にオリンピック競技から外れて早13年、2019年4月27日には伝送戦でピッチャーライナーを左顎に受けて緊急搬送、4月30日に緊急手術を行い全治3ヶ月。この時を振り返っての上野投手の言葉がすごい。何たらたらやってるんだ、やるかやらないかはっきり決めろと教えられたと言っている。これはびっくりした。上野選手も高齢になってきて、そこでの怪我なら引退が頭に浮かびそうだが、中途半端にやっていた自分への戒めと理解している。この精神力がすごい。上野選手自身も試合の入り方とか試合中の気持ちとか思い当たることがたくさんあったという。そこでオリンピックへの情熱のスイッチが入ったようだ。エースボンドの共通言語に、敵は誰ですか、自分ですと書いている。相手を敵と見ずに、敵は常に自分自身の中に見る。原因はすべて自分の中にあり、自分が変わらなければ世界が変わらないのである。起きた結果の原因は自分自身なのだ。そしてその結果がまた次の原因となり結果となる。宇宙一切の因果の法則を理解しているとしか思えない。かっこいい上野選手にも学びながら、自分自身をひたすら磨いていきたいと思います。女子ソフトボールは金メダルへのスタートを切ったばかりだ。今日の一品です。沖縄の親戚から美味しいマンゴーが届きました。今年のマンゴーはさらに甘くて美味しい。早く沖縄に行きたい。ではまた。末新でした。